はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。スーパーロボット対戦 V では第2話をやっていきたいと思います。あれ、スペシャルなんとかになってる。集結する希望。グルンガスト。敵の全滅で、味方ユニットの撃墜。あ、そっか、スペシャルシナリオかこれ。まあガンガン行けばいいかな。とりあえず武器を見よう。リープスラッシャーまでか。ブラックホールクラスターじゃなくて、なんだっけ、ブラックホールキャノンはないよね。ケイトラ貢献はあんのかな。
普通の軽トラ貢献もあるけど、軽トラ貢献案件札はないね。まあ、いきなり使えるって言ってもあれだし、とりあえずガンガン攻めていこう。リップスラッシャー110か。命中率のところはいまいちまだあれだな、見づらいな。上に出てくるのか。こいつ多分ロケットパンチ的なものがあるはずだから、ブーストナックルか。ケイトラ貢献も一応使えるね。ケイトラ貢献でいこう。そうか、これ EX アクションがあるのか。特に EX アクションは固定かな。固定っぽいな。 SR ポイントをゲットするためにはあれだな、電撃的なものを使いこなしていかないといけないっぽいけど、まあ全然大丈夫だね。届くか、リープスラッシャーが届くね。早送り的なものは早くされてるのこれ。あ、早くされてるわ。丸ボタンを押し続けると、当たった。EX アクションポイント的なものが5あるのか。まあ別にっていう感じだよな今は。リップスラッシャーで普通に倒そう。ファイナルビームを使うか。 89%。 聞いて、私の胸の内、熱いわよ。ラストビーム、よし、片付いたな。
強化パーツ V アグレッサー V ディフェンサー、これはわりかしすぐ終わったんで、このまま進んでいきますか。武器の攻撃力100、命中20、クリティカル20、普通強くね。ヒットポイント500、エネルギー50、走行100。え、何これ、普通に両方とも超強いんだけど。あ、ヒュッケバインだな。ヒュッケバインがこの中では好きなんで、ちょっと待って、あ、走行と運動性でも両方上がるのか。ディフェンサーをつけよう。アグレッサーをじゃあグルンガストにつけるか。あ、てかダウンロード得点じゃねえか。だからか。やたら強いなと思ったら。じゃあ一応セーブはして、今度こそ第2話かな。そのままいきましょう。地球黒。オレンジになってるし。
第2話、火星の海賊。敵の全滅とヤマトの撃墜、マップクリアまでにいずれかの味方パイロットに敵を4機以上撃墜、選挙報告で確認できますと、援護で撃墜したときは援護したパイロットに入ることに注意。結構細かく書いてくれるね。これ何 EXO だって。あー、回収できるんだ。お、気力10上昇、これすごいね。カウント上昇、行動回復。あー、今回こういうの結構駆使してやっていけってことね。あれ？機動部隊が機動部隊が出撃できないんだけど。マジか。とりあえずそのまま頑張るか。パルスレーザー、歌いたくなるけど、別に俺は歌い手さんじゃないんで。あれ、先見って何？あー、ひらめきを人にかけられるのね。パイロットっていうかサブもいるね。分析、必中。あー、あとあれか、精神ポイントは回復していく系だね。割と最近流行りの。どうしようかな。倒せるやつから普通に倒していけばいいかな。まあ、パルスレザーでいいか。これ普通にヤマトがさ4体倒せばよくね。
強い。普通に強いんだけど。クロスボーンガンダム、反撃で倒していっていいでしょう。パルスレーザーで倒せるんだよねこれ。やっぱ戦艦だからでかい方が攻撃力高いのかな。クロスボーンガンダムに来たね。ボロボロの地球狙ってさ、どうしようってんだこいつら。白い悪魔の裁きのいかげちよ。帝国はいい加減に諦めろ。クソ、またクロスボーンにやられるのか。ブランドマーカー、我らの邪魔をするか。スカルハート、帝国はいい加減に諦めろ。これ以上マネコを悲しませるな。海賊に押されているだと。こんな武装あったっけ。あんまり覚えてねえな。あ、これはいいか。バツでカットできるね。
こっちはもうトビアに任せよう。ザンバスターが一番強いんだマジか。あれ、これ1ターンに何回もターゲットされると命中率が上がっていくっていうシステムかな。命中率が上がっていくっていうか、回避率が下がっていくっていうか。一応進むか。こいつヒットアンドアウェイ持ってんね。指揮範囲広いし、しかも指揮範囲から出ると苦戦するぞって。そんなに指揮範囲の効果すごいの。あれ食らってるし、トビア食らったっけ。帝国はいい加減に諦めろ。とにかくやるんだ。あ、大丈夫。これをやって食らってたんだな、実は。東部バルカンであと全部大丈夫かな。当たった。ひでえな。バルカンで倒していく、なんて効率的なんだ。これは無理か。リペアキットとプロペラントタンクを手に入れたね。
結成特別編成チーム、まあ、ボーナスシナリオですね。これも確か初回特典だったと思います。というところで、じゃあ第2話はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。